一切使ってないんで、スト6のシステムを。本当に。使ってるでしょ、早谷さん。マジで使ってないです。格ゲーの基礎力だけで、MR1500 いってて。お、なんかちょっと無理に使ってません今のラッシュ。出てる、めっちゃバレてる。いや、なんか。あれ、出へんの？ん？あ、なんか後ろ入れてますね、なんか。後ろ入れたら出ないんですよね。あ、そうなんすか。いや、ひどいな。マジ？友達ん家で遊ぶといえばもうスト2みたいな。いやー強かったっすよ、俺も友達同士でやってるスト2は強かったっすよ。なんか忘れてないですよね、手が。いや忘れてなかったっすね、ほんまに。4も3も4も5もやってなかったんで、はい、それでこんだけちょっとびっくりしましたね。あの昇竜拳出るんだ。いや出てますよね。いやだからびっくりしましたよ、本当に。動きを見て、え、やっぱハイゲだとやっぱタイジさんはやっぱちょっと抜けてる感じだったんですか。まあ黒人さんとかもそうだと思うんですけど、タイジさんは抜けてるんですけど、ゲロさんはやり込めばタイさんと勝負はできると自分は思ってます。思ってますね。それぐらいのその、はい、格ゲー筋肉があって、はい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 。だなんか今からその運動神経すごいいい人が新しいスポーツやってるって感じなんです、自分から見ると。だからもう、なるほどね、新しいルールとかを覚えていければ。なるほど、相当。ただ新しいルール覚えたことによって今のその筋肉が何ていうかな、うまく使えなくなるみたいなこともやっぱあるんですよ。例えば今体育すごいやってるけど、例えば新しい知識をつけたことによって一時的にそれが難しくなったりとかするんで、まあそういうのちょっとやっぱ乗り越えていかないとダメなんですけど、まあそういう感じでやっていけばめちゃくちゃ強くなるのは間違いないと思います、うん。だってその、一切使ってないんで、スト6のシステムを。本当に使ってるでしょ、早谷さん。マジで使ってないです。何言ってるんすか、俺。ダッシュしたり、ダッシュしたりしてるじゃないですか。いや、ダッシュは別にスト6のシステムじゃないんで。ダッシュは別にあの、30年前からあるシステムなんで。なんかほら、はい、緑色に光ってビューンってやってるじゃないですか、俺。なんかたまにコンボで。だコンボだけですね、だから。やってる。コンボに組み込んでるだけ。だコンボをちゃんと覚えてるなっていう感じで。だラッシュの使い方がもっとめっちゃいろいろあるんですよ。へー。ラッシュがパリーとか。はい。まあいろいろあるんですけど、パリーか、パリー全くしないですね僕ね。そういうたまにしかしてへんかな。ああ、そうです、そうです。そういうのとかをまだ、だ本当にその格ゲーの基礎力だけで MR1500 いってて、で MR1500 って結構ってかなり強いんですよ。へえ、あそうか、1300とかに落とされるとかって言いますよね。あ、もう全然もうそんな当たり前の世界なんで。ああ、だからその技術だけで戦えてるんで。まあ、一回じゃあちょっとランクを見さし、まあちょっとさっきリプレイ見たんですけど、はいはいはい。まあちょっともう一回見させてもらおうかな。うわ、黒人さんの時も緊張したけど、緊張するな。ああ、黒人にもやってもらったんですね。まああの本当にハイゲの前に一日だけ、はいはいはい。あのその時は、まあ、コンボすらもあんま分かってなかったんで、ああ、まあコンボやっぱ大事ですからね。どうなんですかつってちょっと、うん、で黒人さんもルークあんま分からん感じやったっすけど、まあそうですね、ちょっとコメントとかに助けられながら黒人さんその必要やったんですかね、じゃあ。でもね、あのコンボなんかあのハイキックのコンボ、まあ、全然できないんですけど、カウンターのやつですよね。下中パンチした時にカウンターしたと、まああれできたら確かにかなり強い、強いですね。お、なんかちょっと無理に使ってません今のラッシュ。めっちゃバレてる。いや、なんか、そんなことしなかったですよね、今まで。いや、やってますわ。いや、絶対、初めてやりましたよね、今の。違う違う違う。ラッシュ中足。いや、絶対やってなかったでしょ、今の。めっちゃバレてる。あー、なんか、使い出したぞ。うわ。いや、でもなんか、全然使い方が良くないな。いいっすね。いやー、緊張する、めっちゃ緊張する。動きが勝手、面接やこれ。この人ぶっぱしてくるからな。お、本当だ。あー、これ分かんないわ。やひどい、ひどい。コンボがひどいな。コンボひどすぎる。中盤4回ぐらいやってましたよ今。うん、いい波動、うまい。うまいね。うまくだ。やっぱ相手の人やっぱシステムが
うまく使えてますね。オッケー。向こうは、向こうはシステムじゃあジャストパリーをね、しっかり。確かに。狙ってきますね。でもそういうレベル帯なんですよね。へー。それぐらいの、やっぱりことは知ってる人が多いレベル帯なんですよ、本来。1500は。1500は、はい。やっぱそれぐらいみんな、うまいんですけど、こっちはもう基礎力だけで戦ってますね。いやー、これ以上上手くなるにやっぱね、必要だなってめっちゃ感じますね、やっぱね、この辺。そう、しかもね、多分覚えたらね、もっと楽しくなると思います、スト6自体が。うまい。絶対見てんのやばいな。絶対。いや、これすごいな、本当に。おぉ、うまい。もらい。いや、いい粘りっすね。あー、危ねー。危なかった。でそのゲロさんやっぱその対空昇竜を、はい、なんかそのもう意識せずに出してますよね。意識してないです。それがもうあのもう最高っす。全く意識してないです、ね。全くなんか勝手にもうあれですよね。出ちゃってるんですね。そうそう、飛んだから出してるって。飛んだからああ飛んだなって感じですよね。もうそのそうこれから飛ぶじゃなくてね。今から飛ぶぞとかはじゃないですよね。うん、そうですよね、はい。それがだからもうそうなんです。インナーマッスル。いや嬉しいなぁ。いやいやいや、もうこちらもなんかもう逸材を見つけれたんで、いやだから嬉しいっす。相谷さん普通に俺動画見てたんで、ね、ああありがとうございます。レベル8とかのやつの、ああの昔の倒していくやつとか、ああレベルゲームのやつですよね。でちょっと今のまあゲロさんの戦い方を整理すると、はい、まあ基本こう対応型でこう、はい、牽制しながら相手が飛んできたらちゃんと勝利出して、そうですね、で地上戦は基本これで当たったらこのコンボに行くっていう。そういうことです。もう本当その3つしかやってない。そうですよね。この3つで、はい、この3つをうまく使って回していってるんですけど、うんうんうん、でこれは確かにあのルークのすごい基本的な戦略ではあるんですよ。すごい大事なことなんですけど、はい、ただこれからゲロさんがやった方がいいことは、はい、このドライブゲージあるじゃないですか、上の。はい。これをこれ、ね、あの能動的に使っていきたいんですよね。ほう。今ってこのドライブゲージを使うとすごい強い動きがまあできるんですよ、このゲームって。そうですね。で、それが今ってそのカウンターだけなんですよね。この、これがヒットした時だけコンボとして使えるっていうことしか今できてないんですよ。やってないですね。なので、まあ簡単に言うと、じゃあどういうところで使ったらいいかっていうと、はい、これをガードさせてラッシュし、ああ、やってないわ。するか、これをガードさせてラッシュするか。で、この後に2択ができるんですよね。はいはいはい、でこれ当たってたらコンボに行けて、はい、まあ、このコンボに行けて、ちょっとガードしてもらっていいですか。はいはい、ガードしてたらこうやって、おお、この要するにあの例えばこっから相手のガードを崩そうとした時に、はい、こう行くのってすごいリスク高いじゃないですか。確かに確かに。めちゃくちゃそのガードできてる時間長いけど、ええ、これこっから行けたらまず下段やから当たる可能性が高いっていうのと、ガードさせてもこうやってしゃがみコパンやった後に投げとか、こうやって例えばこの後に投げ抜きしてくれたらこうやって下がってシミ、ね、シミしたりとかで、これでそのでこのゲームってドライブゲージが回復していくじゃないですか。そうですね。でこれがすごい肝で、はい、まず強い行動をして先にゲージをこうやって使うっていうのが結構大事で、先にね、はい、はい、でそしたらこういうゲージ状況になるじゃないですか。はい。でそこでこうなった時に今までのゲロさんのスタイルがめっちゃ生きるんですよ。じゃあ回復するまで、はい、でこれを繰り返す、正直言うとキャンセルラッシュを繰り返すゲームなんですよ、このゲーム。これはうまくなっても大体そうで、はい、例えば中足ラッシュしました、当たりました、あじゃあコンボ行きます、で端でこうやって攻めるじゃないですか。はい。で、あゲージまだ溜まったんで、もう一回でしのがれましたと。で、うん、この状況をこの回復する時間をしのぐっていうのはすごい大事なんですよ。なるほど。でそこでゲロさんのその今のスタイル、これで待って、はいはい、これね、でこうやって相手が攻めてきたら返す。でその間にまた溜まってるんですよ。で溜まったらまたこうこれ、まあこれもちろん使うんですけど、はい、自分からこうやって触りに行ってこうやって置き攻めしてみたいな感じのことを繰り返すのがめっちゃ強くて、はい、で今ってもうあのゲロさんのドライブゲージ常にパンパンなんですよ。なるほど。常にマックスなんですよ。はい。で、基本的にこのゲームって、マックスの時間って、あっちゃダメなんですよ。本当は。もうバンバン使った方がいい。はい。まあ、
すごい難しい話なんですけど、使った上でバーンアウトしないっていうのを目指すゲームなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はい、使って、なおかつ回復もさせて、使って回復させてっていう。そう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 。そうなんです。あの、結局このゲームって時間で回復するんで、まあ、この回復してる時間っていうのがないじゃないですか、マックスやと。はい、そうですね。これが損失なんですよ。なるほどね。はあ、はい。だから、バンバン使いつつも、このドライブゲージを回復させて。そうです。で、理想は、この3本以下にならないようにやるっていうのが強いんですよ。みたいなのを意識しながらやるっていうのは、このゲームの結構その、確かに。結構基本的なというか大事な考え方で。はい、あ。で、それを意識しながらできると、このゲームはめちゃくちゃ面白いんですよ。で、下中パンチやったら補正が緩いんで、もうちょっと余裕ができて、みたいな。で、大パンチから始まると、もう半分ぐらいからいくんで、もっと余裕ができるみたいな。あー、なるほど。減るなぁ。これだけでも減るなぁ。あれ？出へんの？あ、ちょっとなんで見捨てるかを確認チェックしよう。あ、そう、ストップ。ストップ。ん？あ、なんか後ろ入れてますね、なんか。後ろ入れちゃってるかも。あ、後ろいなくていい。あ、後ろ入れたら出ないんですよね。あ、そうなんすか。いや、ひどいな。マジマジあの、ほんとや、ニュートラルか前です、ラブラッシュは。マジだ、システムを何も知らないよ、やっぱり。全然知らない。だから出てない、出てないんだ。そうです、だから出ないです。いいっすね、いいっすね。あ、いいっすね、いいっすね。あ、出る出る。いいっすね。めっちゃ出る。はい、はい。めっちゃ出る。いいっすね。あと、この対空勝利やった後にラッシュするっていうのも多分やった方がいいですね。ちょっと飛んできてもらっていいですか。はい。その後に、これ埋まるんで、これ絶対やった方がいいっすね。あー、ほんとだー。てかね、これが一番の伸びしろかもしれない、ゲロさんの。ゲロさんの、勝利やった後って何もやってないっすね。そうなんですよ。あの、武器って、絶対対空勝利なんですよ。はい。だから、これラッシュできたら、これ毎回、これでもう、ああ、ほんとだ。はい。置き攻めできるんですよ。ほんとは。ただ、って、これやな。多分、ゲロさんの一番の勝率上がるポイント、おそらく。へぇー。勝利ととした後、ラッシュだ。はい。これが多分、かなり強いんで。あと、地上戦は、これめっちゃ強いんで。これ？はい。これは結構使いたいっすね。今って結構これ、一本でやってると思うんですけど。確かに確かに。あ、これ、もちろんめっちゃ強いんですけど、まあ、上手い人になってくると結構なんか、この辺でうろうろされて結構こんな感じになりません？確かに確かに。こうなってるところに。差し返されたりみたいな。あ、そう。で、これを狙ってこうなんですよ。なるほど。これがめっちゃ強くて、下中パンチをケアすればするほど、こっちが絶対当たるんですよ。はぁ。で、これガードされても、二択に行けるんで、ここも、そこもラッシュ行っちゃっていいですね。ダイパンから。もう積極的にラッシュして、択に行きたいっす。あ、そうっす、そうっす、あ、そうっす、そうっす。それっす。あ、いいっすね。いいっすね。そう、吐くのが大事なんですよ。ゲージを。いい、めっちゃいい。あ、そう！いや、そうです！なるほど。今のっす。いや、それ、まあ、一回投げを重ねていくのが、まあ、とりあえず基本っすね。はい。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、いいっすね。これね、これね。それっす、それっす。あ、そう。ほら、ドラムゲージはもう入ってないよ。あ、ここでブラッシュ、ラッシュ。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。欲しい。はい、オッケー。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。やっぱ、対空出てくれるから。そこが安心して見れるな。いいよ。あー、惜しい。出方。いいよ。あー、投げたいね。でもいい。おいよ、そう。それ。これ本命なんで、ルーク。オッケー。いいよ。うー、いいよ。使えてるよ。オッケー。もうこれ大パンで終わりですからね。中パンか。あ、これで完走すれば。ほんまは？ごめん、打っちゃいます。いや、リーサルかな。多分リーサルっすね、これ。おそらく。そう。リーサルと思います。えぐ強ー、はい。でも今のも、あの、もう一回ラッシュ伸ばせたら、ね、より、はい、確実に。ハイキック。だ今のとかはもう、あそこでリーサルっていうの分かってたら、もうめっちゃくちゃ強いんですよね。もう中パン振っときゃいいみたいな。そう、もう飛ぶ必要もなけりゃ投げに行く必要もない。あとは下中パンチと大パンチが当たるまで待つだけの世界に行けるんで。今のところ良かったっすね。